はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドボディの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。ワールドボディ絶滅モード2024年11月11日の週モスクワ3面を攻略ということでね、まあ、ワールドボー Z の中でも最も簡単なステージの一つであるモスクワ3面の攻略をやっていきたいなと思います。でもここはすごい簡単な攻略方法というか、まあこれだったら絶対大丈夫だろうみたいなね、かなり余裕のある攻略方法がありますので、それを紹介したいなと思います。でまあおすすめはメディックですね。フィクサーもありだけどメディックが圧倒的に楽だと思います。でメディックでやる場合は火力がちょっと最初のホードで足りなくなると思うんだけれども、まあでもなんとかなるかなって感じなので、最初のホードさえ超えてしまえばあとはもうメディックでもうほんと一人でランしていけばいいかなみたいな勢いでクリアできるので、ぜひそちらの方、ここクリアできないという人はぜひ参考にしてみてください。でまあ最初のところはチェックポイントに着くまでもちろん音は立てないというのが楽だとは思います。音を立てちゃったとしてもメディックだった場合も一人でバーって走っていっちゃったり迎撃したりということもできるので、あ、ここはあれだね。あれに、あれだね。近接どうする？私、近接そこまで必要ないけど。誰か使ってくれ。で、ここのトンネルは別に音立てなければいいんだけれども、走って進んでっちゃって、走ってると、あの奥にいるゾンビがこっちに来てくれたりするので、走って敵を呼ぶというのも一つの手です。そうすると迎撃が簡単になるとは思います。でもしブリーチングチャージに余裕があるんだったら、そのブリーチングチャージを開けるとホードが起こってしまうので、最初のこの扉、右側にある扉を開けてすぐトンネルに戻れば、まだスベトラーナはこっちの方に行かないので、そうするとカウントダウン始まらないので、まあ、ホードをトンネルでゆっくり迎撃できるということになると思います。スベトラーナが行っちゃうとスベトラーナを守らなきゃいけなくなるので、ホードが起こると迎撃しにくくなるんですね。なのでまあソロ攻略の時はあれだね、スベトラーナが行く前にゲートを扉を開けて扉の中の探索を後回しにして、ああ、いいのあった、それ欲しい、ああまあいいやマルチバレルショットガン、うん、いい感じだね。まあ欲しい人にあげるのがいいと思うけど、メディックとかはスナイパーライフルとか、あとは一発の威力が高い武器ですよね、それが有利だとは思います。でブリーチングチャージを開けちゃったんだったらホード起こるので、もうここでビギンバトルしてしまうというのがいいと思います。ブリーチングチャージ開けると同時にスタートが一番いいかなって感じでね、あそこにスクリーマーが湧いた場合、うまくこう狙えばロケットランチャーの爆風でやっつけられるということになるので途中で当たっちゃったりすることも多いんだけれども、マルチショットロケットランチャーの爆風だとちょっと届かないみたいでやっつけられないことがあるので、まあ、普通の単発ロケットランチャーだったら今みたいに爆風でトンネルの屋根に当ててやっつけるということが可能です。まあ、そこまでしてあそこ遠くからやっつけなきゃいけないってことはないと思うんだけれども、まあ、めんどくさいので私正直めんどくさがり屋なので戦わなくていいものは戦わないで済ましたいみたいな人なのでやっていきましょう。で迎撃する場合は4人だろうが1人ソロだろうが、そのスベトラーナ博士、ここで下でね迎撃するのが安定だとは思います。上に行っちゃったりばらけるとその守るのが大変になってきちゃうので、まあメディックの場合は特にここに降りてボットがいるならボットと博士を守りながら迎撃というのがやりやすいかもね。でなんかスクリーマーだなんだとか、ここがもうゾンビだらけになっちゃったよやばいってなったら、マスクをかけて一旦外に出てぐるっと回ってくればゾンビ追っかけてくるので、ここが一旦開くということになります。で一周して戻ってくればゾンビがら空きのところでスベトラーナー叩いてるゾンビだけになるので、博士を守ってその追っかけてくるゾンビを今度はやっつけるという感じだよね。でもしここで電柵ですね、電気柵があるんだったら、私はここで使わないで最後のホードまで持ってきたい人かなという感じです。最後のホードで電気下がるとものすごく楽になると思います。もしね最初のホードはクリアできるけど最後のホード超えられないって人は、ここで多分最初のホード余裕があると思うので電気下持ってってみてください。マシンガンがあってもいいかもしれないね。最後のホードでマシンガンがあると少し下の山を崩すのがやりやすくなるので、まあ、マシンガンを持っていくというのも一つの手です。でまあ、開いたら弾の補充だけ忘れないようにして博士を守りながらここへ来るというのは変わらないですよね。
開いたと同時に報道が起こっている状態、もしくはスクリーマーが鳴いている状態だとゾンビだらけになっちゃって博士を守るのが結構めんどくさいとは思うんだけども、まあ超えられないということはないでしょう。でここまで来たら一旦ここですね、この角でちょっと待ってみてください。仲間がどんどん進んでいくと思うんだけれども、まあ様子を見ていきましょう。この時にスナイパーライフル持ってたらこっからでも十分援護できるので、ライフルで迎撃していくというのもありです。で今の角まで行けばそのドアが閉まってくれるので、角まで行かないと、あそこの角まで行かないとドアが閉まらないので、ドアが開いてるとあっちからなぜかゾンビが湧いて襲ってくるので、ちゃんと角でドアを閉めてください。でなるべくゆっくり丁寧に迎撃しながら、報道がまず最初起こるので、それを迎撃してから行かないといけないと思ってください。ただメディックだとそのスティームピストルが満タンだったらタタタタタって報道の中だろうがなんだろうがマスクかけながら行っちゃって、スイッチを入れてあの下のベランダですよね、ベランダみたいなところでその迎撃していれば、まあエレベーターが降りるまで別に普通に生き残ってられるので、それもありだとは思います。ただあの他に仲間がいるのでそれやっちゃうとあいつ何なんだみたいに言われちゃうと嫌なので、とりあえずみんなと一緒にいるけどみたいな感じだよね。でこんな感じで、まあメディックがスイッチを入れてあげるとか、マスクのある人がスイッチをパーって入れに行ってあげるといいとは思います。で私はここでベランダみたいなところに出て迎撃したい人ですね。ここが強ポジだと思います。スラッシング近接のインプルーブもらったけど、まああんまいらないんだけど、ここですね、ここで迎撃しつつ特殊とかが来ちゃってやばいって言ったら、まあ、マスクかけてってことだね。で15体キルでマスク回復持っているので、ここで15体簡単にキルできると思うので、それでねマスクも回復して、で SMG だったらジャガーノート燃やすことできるので、まあ火炎弾を持ってればってことなんだけど、パークで燃えるやつを入れておけばジャガーノート燃やして結構大ダメージ与えられるので優秀です。でマスクが切れたらまたやばいんだけれども、こうやって仲間を起こすとあれだね、装備回復入れてあるので、仲間が倒れてるのを最後のマスクをかけて起こしてで回復してっていうこともフィクサーみたいにできるということだね。でまああと弾が10発しか SMG ないんだけどエレベーターが降りてゾンビがいなくなったらさっさと行ってしまいましょう。でこの先はもうチェックポイントまでランで全然ランしちゃって構わないので、やばいと思ったらもう一人でもどんどん行っちゃって OK です。あペイロードもらっとくね、メディキットあるよ使っていいよ。あぶねえゾンビ来た、ドローンがありがたい。でここにタレットガンが置いてあることも多いんだけれども、タレットガンは無理して解除する必要はありません。赤いまんまでも十分迎撃してくれるので、パーってジグザグに今の柱を走り抜けてタルトガンは赤いままというのもありです。でここのブリーチングチャージを開けていってあげましょう。みんな結構ダメージを食らってると思うので、ここでたとえ一人きりにメディックでなってたとしても、あの他の仲間みんな死んじゃったって言ってもチェックポイント行けば復活するし、あのメディキットとか結構みんな満タンまで回復できるので、最後の報道ではほぼなんか全開状態にまで持っていけるので、諦めずにねどんどんランしてってみてください。でもここも本当は1人でバーって行っちゃうというのも手なんだけど、あのたとえチェックポイントまで行ってもキャッチアップがないんだよねここ確か、私よく分かってないんだけどキャッチアップで仲間を、生きてる状態の仲間を呼んであげることができないので、死ぬまで、まあ、そこで待ってないといけなくなるから、まあ、そんだったら仲間と一緒に行った方がいいかなみたいな貧縮買うぐらいならとりあえず形だけでも一緒に行こうということだよね。ただその時は仲間にスティームかけすぎて、いざって時自分が、あなんかいいのあるね、私こっちにしてみようかな、アサルトカービィ、あのアドバンストコンバットウェポンはやっぱフレンドリーファイヤーが怖いし、最後の報道は結構敵と肉薄することになるので、あまりバカ、ああいいじゃん、ああマルチバレルショットガンの方がいい私こっちにする、こっちのね近距離戦が強い方が最後の報道はやりやすいとは思います。下の報道狙うんだったらもちろんいいんだけど、それでもね上で戦うとき敵に結構肉薄されると思うので、アドバンストとかクロスボウだよね、あれでフレンドリファイアーとか自爆ダメージ怖いと思うので気をつけてください。まあ、その場合はセカンダリーでねやっぱ強力なデザートイーグルとか持ってたらいいんだけど、で、まあ、さあここで報道が起こったら私はここでの迎撃をおすすめします。でメディ、ああいいのあったね、いいのあったからこれもらっとこう。
ああ、でも待ってよ、マルチバレルがあると私はリロードするときに周りのゾンビをよろめかせるってパーク入れてるので、ここでよろめかせてすり抜けるってことができるんですよね。だからそれもありなんだけどね。でまあここに電気柵が置けたら置くと、ここかなり強固地になります。でメディックの場合はこのフロアに転がってるバッグですね、装備バッグの位置をだいたい把握しておきましょう。で覚えておくと便利です。で3つバッグがもし3つ落ちていて、それが使えるんだったらもうそれだけでクリア確定ということになると思います。でスイッチを入れたら弾だけね一応補充して、で下の山はほどほどでもちろんいいので、サポート系の人はねほどほど、あの自分の装備を回復、15体キルで回復するつもりでいいと思います。で火力系の人はもちろん下の山は1体も登らせない勢いでバン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 撃ちまくって OK です。ごいゾンビキル数稼げると思いますといって、まあゾンビキルしたからなんだってことはないんだけど、武器のレベル上がるかもねって話だよね。でちょっと反対側だったので援護はするけれども、まあジャガーノートはやっつけておいた方がいいね。マルチバレル出番です、どこどこどここんな感じでめちゃめちゃ強力なので、なぜ置いたのか私には分からない。このゴールデンマルチバレルショットガン、うーん最強だよね近距離戦最強みたいな感じなんだけど。 OK、 C2、 ここはメディックがこうやって、あでも仲間が行ってくれてるから、ドローンマスターとか、あの電気だよね、まあスタンガンのドローンマスターとかも有効だし、まあ、メディックとかフィクサーですよね、もしくはスラッシャーももちろんここでのスイッチ入れるのに非常に便利だと思います。チェーンソーを振り回しながらスイッチのところで戦っていけば結構スイッチ入れるのに便利だと思います。でこのさっき言った電気柵、本来なら置いときたい場所ですよねしまった、外した、危ないナイスナイス。これでメディキットも生まれたけど、まあ回復してる余裕はちょっとないので、ここで死んじゃった人はもう死んじゃったで OK なのでメディックはほっといて OK です。メディックは最後ねスイッチ4つ目ぐらいから敵の砲弾が厳しくなってきて登られ始めるんですね。で上のフロアがもうこうやってゾンビだらけになるので、あとはスイッチを入れるのを優先にした方がいいかもしれません。まあ慣れた人で火力系慣れた人がいるんだったら、多分下の山をほとんどやっつけてしまうと思うので、それでも上のフロアねかなり空いてる状態になると思うんだけど、それだったら別に誰でもスイッチ入れられるし楽だしってことなんだけどね。仲間がやられ始めたねやばいやばいやばい。コンソール B 入れられるかな。コンソール B を入れてくれればあとはクリアするだけで、こうやって山を崩せばね、スティームピストル回復できるんで、あ入れてくれたねスイッチ。じゃああとは私がここでメインコンソールを入れればクリアということだね。まあこんな感じとなっております。もしねこのステージ、まあ、クリアできない人いないと思うんだけども、難しいという人はメディックよかったら見てみてください。それでは最後のね4面の攻略の方行ってみたいなと思います。の影が迫る、アップできても仲間外れ、エイジ強なそこにあって、まぶたを閉じるチームを組んで立ち向かえ、生き残るため戦うんだ。仕掛けゾンビの波を食い止めろ、最高難易度にサイレンサーらしい、エリアの外で倒れる仲間、スナイパーの一発決める瞬間、なぜか裸のラッカー、希望をつなげ進み続けろ。走り出せ走り出せ。
馬と共に立ち上がれ。ジャカロートに接近戦する仲間、この戦い負けられ。